2022年買ってよかったシャーペントップ5。はい、皆さんこんにちは、コアちゃんです。ということで今回の企画は2022年買ってよかったシャーペントップ5。はい、ということでついに2022年も終わりを迎えようとしている今日この頃なんですけれども、そんなどうでもいいことより皆さん背景見てください。いや、まあどうだろうな、なんか変わったかなって言われたら、まあ、そうでもないような気もするんですけどね。まあ気になる人は前回の動画と見比べてみてください。あと右下の白い時計のおかげで僕の撮影時間が丸見えになりました。まあつまりチャンネル登録高評価お願いします。しない人は爆発。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまずは概要からお話ししていきたいと思います。まあ概要っていう概要もないんですけどね。概要はない。概要がないよ。サムネの通り、私コハニャンが今年買ってよかったなと感じたものを今回は5つランキング形式で紹介していきます。果たして誰が4位に、誰が38位になるのでしょうか。1位はどうでもいいだろ。うん、1位はどうでもいい。皆さんワクワクしてきましたね。ちょっと僕の手もワクワクしていて今クロール泳いでますね。ちょっとということで早速2位から5位から紹介していきたいと思います。2022年買ってよかったものランキング第5位はこちら、野原工芸のサペリ木の新型シャープペンシルです。はい、ということで野原工芸3本目もういらねなんてことは思ってませんよ。思ってないですけど、もういらね。サペリ木はご覧の通りこんな感じで、なんか木がうねうねしてて、まあ、これキルト木って言って、なんか結構なんか不思議なうーみたいな感じで生まれた木なんですけども、何気野原工芸のこういう特殊な木って持ってなかったもんで、まあ野原工芸納めかなっていう気持ちで買いました。ちなみに同じような気持ちで前回後ろの野原工芸たちも買いました。もう無限ループだよねこれ。うん、いやでも今回はラストですよ、本当に信じて。今回ラスト。野原工芸の新型シャーペンは言わずと知れた書き味が滑らかすぎるシャーペンで、個人的にはめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。野原工芸のシャーペンで僕が好きなところは、個人的に木の経年変化よりも金具の経年変化なんですよね。ライトを消して分かりやすくしたんですけども、これポニーテールとロングヘアぐらい違いますよね。木の経年変化と金具の経年変化まで楽しめちゃうので、つまり無料。ゆっくり中央が膨らむ流線形のボディになっているため、持っている時のストレスはほとんどありません。ただ長時間使っていると疲れてくるっていう面でのストレスは感じる可能性があります。本当に自分だけの一本になるのがこのシャーペンの特徴だと思ってます。より自分だけのシャーペンにしたいという方は、唾液でも塗っとくといいと思います。2022年買ってよかったシャーペンランキング第4位はステッドラー92577ヘキサゴナルメカニカルペンシル。はい、ということで最近発売、買えないっておなじみステッドラー92577ヘキサゴナルペンシルが第4位という結果になりました。買えない皆さん、僕が人生の勝ち組で。ただ意外と売られてるって情報もたまにあるので、まあ自分で探してみてください。このシャーペン買ってから3週間ぐらい経ってるんですけども、結構な頻度で使ってますね。理由として挙げられるのは、個人的にカベゴよりも好きだから。ヘキサゴナルはカベゴよりも書きやすさは劣るが書き味が滑らかっていう印象があるシャーペンかなと思ってますね。黒板にチョークでなんか書くときみたいな結構滑らかさです。伝わったよね。うん、伝わったよ。え、じゃあ書きやすくないのって方はめんどくさいので爆発してください。カベゴよりも書きやすさは劣るとは言ったんですけれども、それでも十分書きやすいと思います。あとデザインは言うことなくかっこいい、色はいらんっつってね。以前このシャーペンについて紹介動画を上げたので、ぜひそっちも見てみてほしいんですけども、僕が一番このシャーペンで気に入っている点は、ラバー塗装と六角形のグリップの相性の良さ。このシャーペン、ラバー塗装という金属軸の上にラバーの塗装がさせられてるんですね。その上に指にフィットする六角形の軸のため、非常に相性がいい状態になっています。おそらくカベゴと差別ができる一番のポイントはそこかなと思います。かっこいいだけじゃなくて筆記性能も兼ね備えたステッドラヘキサゴナルシャーペンシルが第4位。ステッドラはいいシャーペンが多くていいね、本当にいいね、ステッドラは。はい、次2022年買ってよかったシャーペンランキング第3位はこちら、後ろにいたやつね。はい、これ工房節のカリン紅白のシャーペン。ということで工房の念願、あ、違う、念願の工房節カリン紅白のシャーペンが第3位になりました。コハニャンもうざい、余計な解説がうざい。ということで急がば回れ、木目を見ていきたいと思います。というか今見てますね。はい、見てます。見ていこうじゃなくて見てます。
やっぱり現在完了とか結構ね使い分け大事なんで、過去形とか、まあこんな感じで木目で迷路ができちゃいそうな工房説です。まあご覧の通りめちゃくちゃかっこいいシャーペンですよね。個人的に工房製図のシャーペンはデザインが一番好きです。上のここに人がいたら雨宿りできそうなキャップとか、あとちょっと短めのクリップとか、あとなんかこの金属削り出しのクリップみたいな、なんかその上の部分とか、あとペン先のこの何ね、これなんかサッカーのテントみたいな、違うサッカーじゃない、サーカスのテントみたいな、はい、そういう感じの、もういろいろもう全部含めて大好き。筆記性能の話をすると、木軸ペンの中では比較的軽めの部類に入ります。そのため他の木軸シャーペンに比べると比較的書きやすいなという印象があります。というかもうこのデザインを見るだけでもう書きやすいとか書き味が滑らかとか、もうフルスペックに思えてきます。やばい、美しすぎて美味しそう、やばい美味しそう、あーいただきます。マースかということで、現代社会でいうイケオジ的存在、工房説が第3位でした。はい、次、2022年買ってよかったシャーペンランキング第2位はプロユース1500ということで、シャーペンクイズ、このシャーペンの愛称といえば、ぺぺー、答えは注射器で、ツチノコの愛称で親しまれるプロユース1500なんですけれども、マジでツチノコぐらいレアなシャーペンになっちゃったんですよね。というのもこのプロユース1500、今年の初めくらいに廃盤になってしまって、この世から姿じゃない姿を消したこの世からさ違うあーうん今年の初め、神戸旅行で黒煙&黄さんのお店にお邪魔した時に買った1本ですね。ツチノコという愛称をつけられた理由はやっぱりこの形ですよね。低身長でデブ、非常に可愛らしい見た目ですよね。まあ高身長でイケメンで細マッチョで運動神経モリモリで、あと足ドゥルドゥルの僕とは全然違いますね。ただこのシャーペンが人気の理由っていうのはそこにあるんですよ。短いおかげで手にすごくフィットして、あと手からはみ出るシャーペンの長さっていうのも短いため、非常に安定して書くことができるシャーペンですね。さらに太軸で少し重めというのもあって、かなり書き味は滑らかこの2つを組み合わせることによって最強のシャーペンが出来上がってます。なのに廃盤、意味わかんない。プラチナ万年筆さん、復刻待ってます。まだギリ買えるところはあるんじゃないかなと思うので、見つけたら即購入してください。は？即購入？なもんしねえよって方は、僕が焼却炉に即投入します。とにかくそんな感じのプロユース1500が第2位でした。はい、ということで、お分かりいただけただろうか、今僕の机の右下のなんか透明の積み重なってるやつの一番真ん中のところが動いていることに。2022年買ってよかったシャーペンランキング第1位はツイスビーのプレシジョン。はい、ということで、またお前かよ、ツイスビープレシジョンでした。このシャーペンは結構マイナーなシャーペンかなとは思うんですけども、マイナーなのか信じられるぐらいめちゃくちゃいいシャーペンです。個人的には書き心地、書き味がロットリング600よりも好きです。僕の持ってるプレシジョンはこんな感じでパイプを収納してくれるタイプなんですけれども、固定式っていうのもあって、それがこんな感じ。来年は黒の固定式とかも買ってみたいなって思ってます。このシャーペンはみんな大好き隠れた名作ということで、このシャーペン個人的にデザインとか筆記性能とか全てにおいて自分のタイプなので、告白します、付き合ってください。このグリップ部分の謎のローレットグリップもどきみたいなやつもね、これ結構滑り止めとして働いてくれます。ただやっぱりどうしてもローレットグリップもどき、ロットリング600などのローレットグリップに比べると滑りやすい印象はあります。みんな気になる重心の位置なんですけども、あれ、あ、ちょうど真ん中ぐらいですね。そして人によるんですけども、この重心のあたりがだいたい持つ時のこの部分に当たるようになってますね。まあおかげさまで書き味はいいわ、書き心地はいいわ、もう大豊作ですね。これはもう結構前から気になってて欲しかったシャーペンだったので、今年手に入れられてよかったです。多分まだネットとかでも買えるので、人気になる前にコサンぶっとこう。あとついでに僕のチャンネルもコサンぶっとこう。ん？なんだって？僕のチャンネルのコサンにはならない？そんなやつは胃の中から爆発してください。
はい、ということで以上になります。皆さんが今年買ってよかったシャーペンは何ですか？ぜひコメントや僕の脳内に語りかけてください。ということで最後まで見ていただき本当にありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。また Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひそちらも見ていってください。それではまたいつかの動画でお会いいたしましょう。良いお年を。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。もしよければチャンネル登録や高評価の方、またおすすめの動画なども見ていってください。